1992年以後のロシアの国旗は、白、青、赤の横三色旗である。モスクワ大公国文章元々は、ロシア帝国の国旗で、1699年、ピョートル大帝が、憲王施設団を伴って、オランダを訪れ造船を学んだ際、海軍のための旗の必要性に気づいて、オランダの国旗を、色の順番を変えて取り入れたという伝説がある。しかし、 1668年に制定されたロシア、最初の国旗も白、青、赤の三色であり、それゆえ、オランダを参考にしたとしても、天王子切断以前の話であり、また当時のオランダ国旗は代々、白、青の三色旗であり赤色は入っていなかった。白、青、赤は、モスクワ大公国の紋章にあった。青いケープをまとい銀色の鎧を着て、 白馬に乗ったセイゲオルギウスが赤いのをかけて竜を退治している図柄であり、ロシア国旗の色はこの三色から来ているという説がある。また、この三色はロシアの守護聖人、ナマカミンジ女、マリアの着ているローブに由来するという説もある。1917年にロシア帝国が倒され、1922年にソビート連邦が成立すると、ロシア帝国の白、青、 赤の三色旗は廃止され、鎌と土の赤旗がソビート連邦の国旗に制定された。そして、1991年12月25日にソビート連邦が崩壊し、1992年元日にロシア連邦が成立すると、鎌と土の赤旗の国旗は廃止され、帝国時代末期の白、青、 赤の三色旗の国旗が1993年12月11日に復活し、この旗がロシア連邦の国旗に制定された。白は後期と率直の白、ロシア人を、青は名誉と純潔性の小ロシア人を、赤は愛と勇気の大ロシア人を表す。もともとオランダの国旗をヒントにしたものの、この国旗の三色はハンスラブ色として、 プラハスロビッチコングレス1848で正式に決まったものである。ありがとうございます。